MJP 機関チームラビッツ、ウンディーナ基地での戦闘に多大な功績を挙げたことに対し、勲三等褒章を授与する。MJP に対して環太平洋インド連合首長代理より勲章が授与されました。あいつらが？マジ？全地球防衛軍と侵略軍ウルガルとの戦闘が始まって以来の大勝利を収めた若きヒーローたちは、これが初戦闘であったようです。彼らは放棄するはずだったウンディーナ基地を守り、ウルガル精鋭部隊を撤退に追い込んだのです。いや、本当に MJP 機関を設立してよかった。環太平洋インド連合軍の一員として誇りに思う、シモン氏ね。とにもかくにも、ようやく成果を上げることができた。宇宙開発用の工業機械で戦ってきたことを思えば夢のようだ。たった一度の、しかも偶然の勝利では成果と言えるかどうか。未だ予算に見合っていると。確かに MJP 機関は巨額の予算で戦う子供たちを製造したんです。戦うために作られた、生まれながらに人生を奪われた子供たち、痛ましくてなりません。アマネ情報参謀。 MJP 機関は宇宙に適応する人類を作り出すために誕生したプロジェクトだ。戦うだけの兵士を生むためではない。アマネ大尉、軽率な発言は控えるように。たださえ MJP に注目が集まっている時だ。誤解を生む。わかりました。申し訳ありません。取材の件は司令に伝えておきます。ただいま取材依頼が殺到しておりまして、申し訳ありませんが、直ちに取材に応じることはできません。これではウンディーナ基地も対応に追われているだろうな。では各社順番にご質問をお願いします。まずお伺いしたいのですが、あなたたちは何ですか？あの機体は GDF の秘密兵器ですか？彼らはグランツェーレ都市学園に在学中の学生です。所属は MJP 特務機関。 MJP というのは？ミリタリージュニアプレアカデミー、将来の士官を育成する組織です。彼らが搭乗したアッシュは GDF 最新鋭の機体ですが、詳細についてはお話しできません。では MJP の皆さんに改めて伺います。この作戦を命じられた時の心境は？はい、大変名誉なことだと。アサギ、どうしたの？腹、緊張で。他の方々は？同じです。タマキ、今の受けたぜタマキ。わあ、コメント数すげえ。ウルガ、質問に答えろよ。お前もだ。言った。大丈夫？今回の作戦のポイントは？ケイ、頼む。無理。じゃあ俺が。俺の機体は四方が90ミリ70口径、高位可電粒子砲1門と、同軸砲として40ミリ45口径、副射誘導公式強振式速射砲2門を備えていて、大日本光学計器製99式超深度3次元倒立立体分光探査測距儀で、射程内のあらゆる。では質問を変えます。当初は撤退する作戦だったようですが。はい。誰の判断で変更したんですか？いずる。日立いずる、少尉のです。日立少尉。民間人が残っているのを知り、敵軍に徹底抗戦を挑んだというのは本当ですか？え、それはどんな心境で？あの あのそれは今描いている作品のヒーローで、つまりこういう気持ちで。ああ あでは皆さんの好きな食べ物を教えてください。カレーで食べる。誰しもいますか？募集中です。申し訳ありません。プライベートな質問にはお答えできません。本人たちも大変疲れておりますので、ここまでで。ああ、じゃあ基地をバックに写真撮影お願いしますよ、マネージャーさん。マネージャー
胃が痛い。俺たちのニュースばっか。お、ここ映ってる。もう見るな、余計胃が痛くなる。はい。いや、僕リーダーだから。リーダーがするのはそんなことじゃないだろ。よかったよな、みんな生きてて。お前のせいで死ぬかと思ったぜ。うまくいったからいいようなものの。バカ本団地、おまけになんだよこれ。ヒーロー、俺たちマジェスティックプリンスだってさ。何それ、 MJP だからじゃねえの。何勝手に呼んでんだよ。私王子様じゃないし。静かにして、世の中には音が多すぎる。でもさ、あん時のイズルすごかったよな。うん、いつもと人が違ったみたいだった。変身したのかな僕。はい、ヒーローに。なわけないだろ。でも私たちもだよね、なんか変だったよね。ああ、アッシュに乗るとなんか変な力が高まるというか。それがジュリアシステムよ。ジュリアシステムは DNA を取り込んで作ってある。DNA は自らを生き残らせようとする。だから生存本能が強い。最初アッシュが逃げようとしたのはその生存本能のためだ。だが逃走本能が高まると非常に攻撃的になり、その結果アッシュは自ら行動を起こし作動する。じゃあ勝手に武器を選んだのもジュリアシステムによるものだ。だが逃走本能が高まったアッシュは火事場のバカ力とでも言うべき力を発揮する。そのため無理をして故障も多くなる。ジュリアシステムの防御本能と攻撃本能、搭乗者はそのどちらの生存本能もコントロールしなければならない。いわばジャジャウマならしを君たちは行わなければならないということよ。分かった。はい。説明は以上。チームラビッツ、再出動を命じる。破壊された通信衛星を再設置してほしい。それでみんなのアッシュなんだけど。何ですかこれ。あなたたちの活躍を見て資金提供したいというスポンサーが集まってね。なんだよこれ。俺ここの胃薬飲んでる。微妙。何よこれ。私の焼肉や。取材のカメラも入るから、できるだけカメラにロゴが映るように意識してね。私たち見せ物じゃありません。 MJP 機関を認知してもらうためには仕方ないのよ。了解しました。あの、自分の足に自分の絵とか描いてもいいでしょうか。いいわけないだろ。そういうことじゃないのよ。どこまでアンポンザなの。こちらゴディニオン、コントロール出撃許可を願う。こちらコントロール、ゴディニオン、クリアードフォーテイクオフ。クリアードフォーテイクオフ。補助エンジン出力上昇。カーブ指導シークエンスに入り、オールハッチクロース。エクスターナルパワー AT エスタブリッシュ。ビフォースタートチェック。オールエンジンコンプリート。内圧上昇、タービン始動。メインエンジンミリタリーブラスト。お疲れ様です。お疲れ様です。結構ボロボロでしたけど、バッチリ整備しときましたから。ちょっと派手になってますけど、頑張ってくださいね。バイオいいんだ、男はな、黙って質と頑張れよ。あ、いいです、リアクションしなくて。乗っちゃってください。あ、はい、頑張って。あ、おやさん、いってらっしゃい。ウンディーナ周辺地域は他よりも星間人の密度が高く、 M 型小惑星から分かれた金属物質が豊富です。レーダーや通信に支障が出やすいので気をつけてください。ブルー1、準備完了。レッド5、準備完了。ブルーワン、レッドファイブ、先行して出動。
ウンディーナ基地陥落を阻止したチームが新たな通信衛星設置作業を開始しました。ご助力いただいたおかげでようやく出撃することが可能となりました。喜ばしいと思うと同時に心配しております。戦いに身を投じることになるかと思うと。それもまた運命です。彼らはまだ学生の身ながら先の戦闘で素晴らしい成果を上げました。彼らの所属機関は MJP、 正式名称はミリタリージュニアプレアカデミーですが、マスコミ各社はマジェスティックプリンスと呼んでいます。マジェスティックプリンス、恐れ多い名称です。そんなことはありません。戦うことが運命なら堂々と戦い抜いてほしいものです。パープル2、ローズ3、ゴールド4はまだ調整中です。ウォームアップ間に合いません。ゴールド4、間もなく出動準備完了。了解、もうしばらく待機。こんなパフォーマンスを急に決定するから。鈴風少佐、中継スタッフからメッセージです。何？カメラに向かって手を振ってくださいと。スポンサーサイドからです。なるべくロゴが見えるようにとの連絡が。ブルーワン、レッドファイブ、ロゴが見えるようにカメラに向かって手を振れって。マジか。いやっほーよっとああいうのはあいつに任せておこうぜ。まるでピエロですね。その道化者に頼らざるを得ないのが現状だ、アマネ隊。その現状は理解しております。何？鈴風少佐。なーに、今度は踊れとでも。本部からです。ウンディーナ中域ベータプラス 32.7 ラムダ 151.32 より急接近する熱源体あり。進行方向右情報より急接近する熱源体、注意して。天気かもしれないわ。ウルガルキ4機が接近中。戦闘態勢、今出せる武器はある。ローズ3、指揮起動まで30分。パープル2、外部電力でシステム稼働可能。レッドイエーガー、ブルーイエーガー、指揮起動中。ウォームアップ完了まで7分。1機だけでも。2分待って。ブルーイエーガーを強制ウォームアップ、それとレッドの HEP キャノンだけなら出せるわ。マスコミ各社に避難命令。迎撃準備、警報発令。再攻撃はまだ先だと思っていたのだがな。パフォーマンスより再攻撃に備え準備すべきだったのでは。今更？もっと早く進言したまえ。君は私の補佐役なのだからな。申し訳ありません。前方一機は見たことがない機だわ。データもない。戦闘領域に入ったぜ。どうするんだ？どうしたら。しっかりしなさい、光線準備。通信衛星設置する簡単な任務じゃなかったのかよ。いって、アサギ大丈夫か？わざと外したんだ。すげえ余裕。これじゃむしろ動いた方が当たる。こういう場合ジュリアシステムはどう反応すんだ？
何も反応しない。俺たち蛇に睨まれたカエルってことか。完全に萎縮してる。ブルーイエーガー強制ウォームアップ完了。レッド5 HEP キャノン射出準備よし。ブルー1リンケージ用意。ブルー1相手のスピードに合わせるため出力を上げるわ。それにレッド5武器を射出するから。はい。これからアサルトイエガーを射出するわ。コアの誘導ビーコンをオンに、コントロールをハーフオフに。カウント5でリンケージ。射出。コネクト5 4 3 2 1。今よ。アサギ本番よ。え、俺じゃねえ。足が嫌がってんだよ。リンケージするの落ち着いて。もう一回行くわよ。レッドファイブ HEP キャノン射出。 K オペレーション。加速度移動パターン入力。予測進路 A から128パターン算出終了。最も高い確率は。予測射撃データ出た。送るから。追撃しなくていいわ。引き上げなさい。プレーグセスジアート頭データが利点。サラルアシカーラ、サカーヤシカーラ、ナティマーリラマト。よく無事に戻ってきたわ。でも通信衛星が。僕たち何もできませんでした。ビットの人間はね、機体が壊れるより人間が壊れて戻ってくる方が応えるのよ。でももうちょっと機体も可愛がってあげてほしいけど。あのアッシュにはあなたたちの DNA が組み込まれている。いわばもう一人の自分なのよ。あ、サイオンジュ・レイカ整備長よ。みんなはおやっさんって呼ぶけど。おやっさん。酒くさ。酔っ払いら。今休憩中だもん。じゃあ俺もなでなでしてください。サイオンジ整備長。おうリンリン、後で飲まない？その名前で呼ばないで。それに酒癖の悪い人とは飲みたくない。ああ。お疲れ様。とりあえず休みなさい。何も気にしないで。いいわね。何も気にするなってさ。あ、僕が僕を動かしてるってこと、私が私を走らせてること、当たり前のことにふと怖くなるんだ。リンゴの皮途切れずに剥いて、削り取って繋いできたけれど、埃かぶった
気持ちつい